アレッサンドロ・ビリンデリは、イタリア・ピサ出身の元サッカー選手。元イタリア代表。現サッカー指導者。現役時代のポジションは DF。エンポリのセリエ B 昇格、セリエ A 昇格に貢献した後、1997年に、ユベントスに移籍。着実に定位置を確保していったが、2001年に、リリアン・チュラムが加入すると、出場機会が激減した。 しかし、2006年に、ユベントスが、カルチョスキャンダルの結果、セリエ B に降格し、主力が大量に移籍すると、リギーエデシアン監督の信頼を得て、右サイドバックや、センターバックとして、出場機会を確保した。2008年7月22日、故郷の街のクラブであるピサに移籍することが、発表された。しかし、初年度の2008から09シーズンに、チームは、 成績不振となり、セリエ B からの降格が決定。さらに、財政問題が明らかとなり、クラブはイタリアサッカー界から締め出されてしまった。そのため、2009年8月にペシーナ VG に移籍。だが、この新天地のクラブにも借金問題が露見し、2009から10シーズン終了後に現役を引退した。 1991年の FIFAU-17 世界選手権のイタリア代表に選出されるも出場はなかった。1997年にバーリで行われた地中海競技大会では U-23 イタリア代表に選出され全4試合のうち3試合に出場。決勝にも出場しトルコをこの位置で破り金メダルを獲得した。 A 代表には2002年11月20日のトルコ戦でデビュー。UEFA ユーロ2 0 0 4のメンバーには選ばれず、2004年8月18日のアイスランド戦が最後の出場となった。ダリオ・ボネッティ率いるザンビア代表のアシスタントコーチに2010年に就任したが、テクニカルベンチとの意見の相違により、翌年2月に辞任した。2011年9月には、 ピストイエーゼの監督を務めるも、1ヶ月でその職を去った。2012年4月に、ルーマニアのディナモブカレストのアシスタントコーチに就任。左右両、サイドバックとして、プレー可能。積極的に攻撃参加するタイプではないが、その分堅実な守備ができるチームにとって、貴重な選手である。また息子のサムエレ・ビリンデリも、2016年に、ピサでデビューをした。 プロサッカー選手である。ありがとうございます。